ピンポンパンポーン。良い子は絶対に真似しないでね。6歳ワークスからのお願いです。6メンバトルロイヤルオーバーザトップロープ WWE2K17。動画をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、いつしか6歳です。さっそうとリングにやってまいりました、いつしか6歳、6歳ワークスのその人でございます。実況は私、いつしか6歳の中の人がお送りしたいと思います。さあ今ゴングが鳴った。さあまず6歳が狙うのは、おっとルイージ、パンチパンチキック、コンビネーション決まった。先制攻撃が決まりました。思いっきり噛んだけどね。さあ一方的に攻める6歳、おっと浴びせ蹴り。さあ一方、悟空 VS マリオ、トレバー VS ベジータという形で、サイヤ人は見事に分かれております。6歳は、マリオブラザーズの緑色の方と対決中です。ちなみに今回のルールは6人制のバトルロイヤル、フォール、タップは一切なしです。トップロープじゃねえや、リングからね外に出されたら、負けです。誰が最後まで残るでしょうか。さあ6歳ルイージを叩きつける。さあストンピングを決めるが逃げていく。いつしか6歳さんはですね、つい最近まで、まあ、現在もなんですけれども、ちょっとですね、体調を崩しまして、療養中の中この試合に出てもらっている。おっとビンタが決まった。腕を決められ DDT、 これは痛いぞ。さあ6人の男たちがリング狭しと、おっと円図切りはかわされた。モンゴリアンチョップで反撃、これは食らった6歳。さあちょっと6歳を攻められ続けているような気がしますね。これは最後に誰が残るでしょうか。はい、ちなみにですね、今回は、プレイをですね AI ではなく6歳自身は6歳の中の人が操作しております。さあルイージを追い詰める、ルイージを追い詰める。はい、一人脱落、やりましたね。おっとそこでマリオが投げた悟空に6歳が激突。ちょっとよろめいた。しかし余裕のこのポーズだ。さあ5人になりました。おっとマリオにドロップキック、狙ってますね。おっと悟空にキックからのラリアット、これは強烈だ。リングに叩きつけた。どうやら狙いをトレバーに変えたようですね。さあ GTA で暴れまくったトレバーさん、 WWE のリングでどんな活躍を見せるか。おこれ出るか出るか出るか、6歳構えてる、6歳構えてる。これはスタナー決まった、スタナー決まりました。本来ならここでフォールに行きたいところですけどね、フォールは無効のルールなので。さあエプロンに振った、おっと耐えたトレバー。さあ一方向こうではサイヤ人が協力してマリオを落とそうとしている。マリオ粘る、マリオ粘りましたね。マリオちょっと心なしか太くないか。おっとサイヤ人仲間割れか。さあサイヤ人2人を相手にマリオも頑張る。おっと顔面からいった、これは痛いぞ。さあ6歳はトレバーにラリアット決め、ストンピングの嵐。さあ連続で踏みつける、これはダメージがでかいぞ。おっとマリオピンチか、マリオピンチか。悟空が押し込む。さあ6歳もトレバーを振る、しかし攻められなかった。そしてバックを取ってバックドロップ、これは高い高度ありますね。さあマリオがサイヤ人2人を相手に
頑張っております。しかしこれは不利か。おっとルクセバックを取られた、投げられた、スープレックス、これは痛い。さあマリオの体力が心配になってきましたね。おっとコーナーで悟空が余裕の構え、ベジータにつかみかかろうとするがつかめない。おロープに振って、コーナーに振って、おっと自爆、これはショルダーをやったか。そして DDT、 6歳ピンチ。さあ5人の激闘が続いております。浴びせ蹴りは避けられる、そしてストンピング食らう。さあ6歳も体力がピンチだ。立ち止まった。さあ見つめ合って、おっと6歳ピンチ、6歳ピンチ。向こうではマリオがベジータを押し込んでいる。さあどちらかが落ちるか。6歳耐えた、ベジータも耐えましたね。しかしマリオの背後に悟空が待ってる。おっと6歳にスープレックス。6歳腰を痛めたか。さあマリオのピンチが続く。エルボー、エルボー入りましたね。さあマリオ耐えた。おっと6歳は怒られた猫みたいにつままれてるぞ。さあ6歳ピンチ、マリオもピンチだ。悟空は見守るのみ。6歳踏ん張れ、6歳踏ん張れ、我らが6歳ワークスのいつしか6歳踏ん張った。しかしピンチは依然続く。マリオは大丈夫か、マリオは大丈夫か。マリオ耐えた、完全にロープにね追い詰められてますね、マリオ。おっとマリオ脱落。さあ4人になった、地球人2人 VS サイヤ人2人。さあベジータが悟空を投げて、6歳はトレバーに、おなんとか耐えた。リバーサル、おスパインバスター、来た、スパインバスター来た。っていうことは出るか出るか、トレバーに2度目の、構えてます6歳、構えてます。来た、スタナー、さすがに2発食らったらトレバーさんもピンチでしょう。おっとエルボーをかわされる。おっと悟空落ちた、悟空落ちました。サイヤ人対決はベジータの勝利です。さあ押してくる押してくる、おっと2人がかりだ。地球人とサイヤ人が手を組んで6歳を陥れようとしている。6歳耐えるか、おー危ない、危ない、耐えました。さあベジータ標的をトレバーに変えてスープレックス。さあそこをすかさず6歳が狙う、おトラスキック決まった、これは痛いぞ。さあアピっていく、大技出るか、いや出ない、トラスキックだ。2発目のトラスキック、痛いぞこれは。しかしベジータまだ耐えて、おっとエンゼ切り、エンゼ切りが決まった。しかしさすがサイヤ人ですね、体力にはまだ余裕があります。おっとトレバーにもエンゼ切り、これは後ろから気づいてなかっただろう。さあベジータを攻める6歳、しかし反撃を食らう。さあ投げられるか、投げられるか、6歳抜けた、バックを取ってラリアット、倒れない、さすがサイヤ人。さあベジータピンチ、おっとトレバーの背後からドロップキック、6歳。さあ6歳が今度はスープレックス、決まった。しかしベジータ体力にはまだ余裕があるぞ。さあ今度は6歳のピンチだ。さあ3人残りました、このうち誰が最初に脱落するか。まだ耐える、6歳まだ耐える。しかしバックを取られて、おお、どうした、トレバーさんなんか一人で踊ってるなんか踊ってるみたいで、ちょっとバグってないかいこれ踊ってるみたいになってる。さあトレバーさんの一人舞台でしたね。さあ2人かかってきたけども、おっとエルボー、ローリングエルボー決まった。さあベジータにはドロップキック、おベジータにスタナー決まった、スタナー、これは強力、強烈。さあベジータが、ベジータがピンチ。さあベジータ脱落しました。残るは1対1、トレバー対6歳、勝つのはどちらの領有だ。
おっと、6歳早速ピンチ、早速ピンチですね。6歳耐えろ、耐えしのげ、耐えました。しかしすぐパンチを食らい、また再びピンチ。これは6歳もう勝ち目ないんじゃないか。スタミナもだいぶ切れてますね。おっと、耐えた、耐えました。6歳しかし猛攻は続く。おお、もうやばい、もうやばい。片手でなんとかこらえてる状態です。おっと、危なかった。6歳さあリングに戻りました。一旦落ち着いてトラースキック、起こしたが投げられる。腰に来てますね。さあリバーサル、スパインバスター来た。これは3度目のスタナー出るか、3度目のスタナー出るか。さあ待ってます、6歳が待ってます。これはスタ、おっとロックボトム来た、ロックボトム決まった。リプレイでご覧ください。さあ大技を3発も食らったトレバー、さすがにこれはもうピンチじゃないか。さあ6歳ロープに振る。さあトレバーピンチ、トレバーピンチ。おっと耐えた、耐えましたねトレバーさん。浴びせ蹴りはかわす。6歳は起こして、おっと強烈な膝蹴り。さあ再びトレバーピンチ、押し込む、6歳押し込む、しかし耐える。さあなかなかしぶとい。おっと円錐切り決まった、カウンター蹴りに決まったぞ。さあ立てとパンチからの浴びせ蹴り、取れば立てるか。さあそこから6歳さらにロープに振って、取れば押し込んだ、勝った。いつしか6歳勝ちました。6面バトルロイヤルオーバーザトップロープ、6人の中で勝利を勝ち取ったのはいつしか6歳その人でした。有名アニメキャラ、有名ゲームキャラ次々となぎ倒し、最後に一人リングに立っていた6歳、新たな伝説の1ページが今夜また作られました。Victory right there. Impressive doesn't even begin to describe his performance here tonight, Michael. That was a thing of beauty. The crowd here tonight certainly seemed to appreciate the efforts. What a great match.